我々の計画を事前に察知して、その鍵を握る命の巫女を連れ出したことは褒めてやる。が、そう簡単に逃げおせると思っていたのか。お前とは長い付き合いだ。今ここで戻るならば穏便に済ますことにできる。さあ、巫女をこちらに渡してもらおうか。裏切り者、チェルシー・ローレック。セキ、大丈夫です。でもここでじっとしていてくださいね、瑠璃様。ほう、この席にそれを使うのそうか、あくまで巫女の護衛役として重力使いの能力を使うというのか。面白い。ならばこの席の炎、とくと味わってもらおうか。お前とここでやり合うつもりはないよ。何？地上には水が大量に降り注ぐ雨というのがあるそうだな。水滴、地上から漏れているのか。雨、しまった。思いのほか地表近くまで来ていたということか。私の使命は、ウリ様をカンパニーから連れ出し地上へお連れすること。無謀だ。頭上の分厚い地表に穴など開けられるわけが。光があふれる地上へ。バカな。熱いコンクリートの天井を打ち抜くほどの重力波を上へ、下ではなく上へ向けて放ちるというのか。ルリ様、本当のお花畑を一緒に見なさいね。今はもう使われていない暗闇へと続く線路。長い長いその線路の先、この国の首都東京の地底深くには、忘れられ封じられた世界がある。太陽のないその世界の名は、やっ
なんだ、硬くて冷たくて、女の子の手ってこんななのか。しかもジリジリ鳴ってるし。はあ、夢か。くそ、俺の野望、バラ色の学園生活の夢を邪魔しやがって。油断したぜ。さあ、どっからでもかかってこい。え？ルミナ、時間だぞ。だーん、今日はやけにきついな。ジジイ！え？寝てんのかな？おい！ジジイ！いねえのか？あ？なんだ？おはよう、ルミナ。いよいよ今日から高校生じゃな。せいぜい頑張ることじゃ。わしはお前の進学を祝ってしばらく温泉巡りに出かけることにした。まあそういうわけじゃからしっかり留守番をするように。一人になったからといって決して修行を怠るではないぞ。けっ、何が修行だよ。毎朝命がけだぜ。何やってんのルミナ。学校遅れちゃうよ。追伸、油断は禁物じゃ。てめえ、一年坊主の靴して入学初日から女の子とお手手つないでご登校だと。ルミナ、ちっ、あっ、よっか、よっよ、まったく入学早々不愉快なもん見ちまったぜ。班長、大丈夫っすか？なんだってめえ。カップルに絡んで女の子泣かすなんて、ちょっとカッコ悪いんじゃないっすか？先輩方。やろう。高校3年間は病院のベッドで過ごしてもらうが勘弁しろよ。一年坊主。まずいんじゃないの、ルミナ。銀之助、お前何年俺の友達やってんだよ。幼稚園からだろうが。俺があんなタコ坊主に負けるかよ。にタ、タコ坊主。勝ち負けじゃなくてさ、この先ずっと不良グループに付け狙われて、ルミナの言ってたほらバラ色の学園生活とかっていう野望が。バラ色の学園生活。しまったー。忘れてたのね、野望なのに。やばい。このままでは喧嘩に明け暮れる日々が続く。中学時代、近所の不良ども相手に大立ち回り、連戦連勝を飾っていた俺は
いつしか無敗の喧嘩王の名を欲しいままにしていた。だが高校からは違う。そんな殺伐とした毎日とおさらばするんだ。間違っても番長グループと喧嘩なんかしちゃいけなかったんだ。番長、やばい、つい反射的に。こうなったらいっそのことこいつら全員叩きのめして。これでいいじゃねえか。ああ、さあ来い。何やってんだよルミナ。しかも僕の傘じゃないか。作戦変更だ。この野郎。一人残らず倒す。これに懲りたら二度と俺に手を出さないことだぜ。ひどい。さあ悪者を退治したニューヒーローの登場に女の子たちが熱い視線を送らないみたいよ。え、あの番長グループをたった一人でやっちまったよ。一年のくせして早速学校閉めるつもりじゃ。そこへ。え、きっと相当名の知れた極悪中学生だったんだぜ。そう、人には近づかない方が身のためだわ。そんな、俺のバラ色の学園生活だ。ちくしょう、見ず知らずの女の子を助けたばっかりに入学早々とんだ大失態よ。だから止めたのに。なんだ今の音。さあ方向からするとルミナの家の本堂あたりだね。ルミナ、なんで僕がこんな格好しなきゃなんないの？いいじゃないか、とっても似合ってるぞ。そうかな。で、そうじゃなくて泥棒かもしれないんだろ。さあどうかな。あ、ひょっとしてルミナ泥棒に八つ当たりしようと思ってない？し、え、ここに隠れてんのは分かってんだ。出てこい、コソ泥棒。コソ泥呼ばわりとはあんまりね。金髪。ルミナ遅いなあ。はあ、もしかして泥棒に返り討ちにあったんじゃ。しっかりしろ。おい、お前は、いや、それよりどうしたんだよその怪我は。いきなり言われても困ると思うけど。私たち、アンダーグラウンドってところから逃げてきたところでね。ちょっと、かくまってもらうわよ。
私たち？アンダーグラウンド？かくまう？ちょっと待て、なんか言ってることが錯乱しまくってるけど、とりあえず傷の手当てをだな。おいおい、マジでこの穴通って地面の下から来たっていうのかよ。埋まっちまった。ルリ様！おい、ちょっと待てよ。乗せても拳がこんなに重いわけ。ダメだ、支えきれねえ。え、ああ、目の前が白い、白いわ。いや、ルリ様のためならこの程度の怪我。境内にはどでかい穴は開いてるわ。いきなり殴りかかったと思えばすぐにぶっ倒れるわ。しかも救急車は呼ぶなと来た。おまけにもう一人の連れの方は何も知らないみたいだし。もう一杯いただけます？はあ、どうぞ。ありがとうございます。しかしこいつらの言ってることが本当だとしたら。考え込むことじゃないよ。もしアンダーグラウンドがあるとしたら大発見じゃないか。そういう考え方できるっていいよな。さすが科学部入部志望者だな。お？あ、窓を閉めようか。いいえ、どうぞこのままに。でも冷えるから。風がこんなに気持ちのいい風、生まれて初めてです。風が？私、ずっと壁ばかり見てきたんです。だから、こんな遠くまで景色が見られて、とても幸せです。あれ？俺、この子とどこかで会ったかな？ルミナ？私たち、ここには頼れる人がいないんです。だから、その…え？私からもお願いします。どうか…柔らかい。どうか、私たちを助けてください。夢とは違う。柔らかくて、温かい。15年間、喧嘩に明け暮れ人を殴ってばかりいた俺の手を、生まれて初めて握ってくれた。あっ、貴様、またルリ様になんてこと。うわー、チェルシー、ルリ様から。あぶねえ、あぶねえ。2002年4月2日、この出会いが俺のアサギルミナの運命を大きく変えていくのだった。下がっていいぞ、インペイ。まんまと逃げ切ったつもりだろうが、そうはいかんぞ、裏切り者、チェルシー・ローレック、そして命の巫女よ。
変な男たちが金髪女と戦い始めやがった。あ、何？相手をぶっ飛ばしたり引き出したり、こいつら一体何者なんだ？ってそんならどうでもいい。女の子いじめてんの黙って見てられっか。無敵の喧嘩を浅木ルミナ様が相手してやるぜ。次回東京アンダーグラウンド、反魂命の巫女。